今日は天気が良くなったので、ちょっとまたカブトムシ、クワガタ取りに来ました。おー、おるよ。今回も K さんと一緒に来てます。一発目からこれ。おー、おるおるおるむちゃくちゃついとるっちゅって。なんだこれ。あ、これ大きいね。これだけで一匹大きいね、うん、あとみんなちっちゃいわ。これでも上にもおるやん。そうそう、いっぱいおる。よし、取ろうか。ちょっと待ってよ。これちょっと天気になったと思ったらこんだけついとるけね。もうすごいね。めちゃくちゃついとるやん。何匹ついとんこれ。一匹ずつ取ってみようか。うん、大きい。これから行こうか。でかいのかな。うん、これ大きいわ、うん、真っ赤っかやし。取るよ。うん、お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 、元気がいいわ。ああ、ほらほら、上からも降りてきよるわ。めっちゃね。うん、1。俺もちょっと取るの手伝おうかな、うん、1匹。これも OK、ちょっと下にケース置いて上から投げ込もう。もう、うん、ここ置いていいよ。逃げる。キリがないやろ、もう。うん1個ずつ取っていって。し、これも蓋開けとっていいね。飛ぶやろか。飛ぶ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 かね。うん、5。俺ここ見よこうか、そしたら。うん、はい、6。どうしばっかりやんで、ね、ちっちゃいな、このカブトムシ。めちゃすごいね。これでかい、このメスは。7、8。うじゃうじゃやん。いいよ。9。このでかいケース持ってこないけんね、この時期は。あれはちょっと高いね。ここおるやん、一匹。9。それで10匹とりあえず。ここだけで10匹？うん、これで10。上にもう1匹おるよ。うん、まあそれ取らんなら取らんでもいいけどな。うん、安いやけどね。とりあえず10匹ね、うん、すごいね。でも今年、あ、そっちにもおるやん、うん、それ大きいよ、そのメス。泥がついとる、背中に。うん、出てきたばっかり。今も3匹も泥がついてた、うん。まあいいか、置いとこうか、このまま。うん、次やね。あー、もう一個上にもおるやん。うん、とりあえず10匹は。10匹。今日はそこにメスばっかりやね。1、2、3匹、うん、もうメスは置いとこう。うん、来年のためにね。よし、ちょっとほんなら。わあ、ゼリー、ここもゼリーやって持ってくってる、うん、子供たちが持ってきとんやろ、ゼリーを。うん、よし、ちょっともうよそ行ってみようか。うん、次のポイント。よし、行こうか。うん、とりあえずここだけで10匹か。すごいな、この木。ここも、うん、やっぱここもカブト。カブト、カブトしか。カブトとこれでっけえ、このムカデ。なん、うん、こいつバリ太くない？太い太い、相当太いわよ、このムカデ。上がオスでしたらメスやね。うん、メスでかいよ、それ。うん、取る？これどうする？いるんやったら取るし、いらんやったらそのまま置いていくし。これはここ置いとこうか、このまま、うん、でかいなぁ。お金がすごいわねぇ、こいつ。裏見てみたら。いや、今裏見たけど。いいか。うん、
そんなについとふうじゃないんよね、うん、ゴキブリが、いいよね、うん、ゴキブリがちょろちょろしよう。ここはもうこんなもんか、うん、あっこついとるね、ついとるついとる、結構大きいよ。ちょっと上がってみようかな、うん、じわっと雨上がりやけね、気をつけてよ、うん、滑ったら大ごと。よいしょ、ああまあまあやね。 あ下にもおるわ。でかいでかい。いや下にもおるわ。え、下にもおる、うん、もうオスでかいよそれ。まあいや そこまでないよ。そこまでない。うん、本当これまあまあやね、うん、これはココアかなんかもおるよ。はい、ああそこまでないね、うん、相当でかいように見えたけど。下にもそこおるよ。よし、待ってるよ。え、あ、またここでかいムカデがおるわ。ちょっと、これなんなん。取るよ。はい、うん、まあまあやね、これぐらいあったらね。うん、中にココアが入ってる。ココアそれ、うん、わかんない、ココアだと思うけど、ケツしか見えない。これ見てん、これ、うん、こいつ、うん、メスやん、それ、うん、完全に体突っ込んでまで食べようよ。舐めよう、ペロッと。ほら、もうはまり込んで取れんもん。置いてったら？はぁ？置いてったら？どうなっとんこれ。あ、取れた。うん、もう一匹。ここもおるわ。ちっちゃい、これ。うん。平田のメスやないそれ。わからん、こっちから、ね。光ってるけん。ちょっと指でつついてみていい？うん。あ、落ちた。あ、ここや。ここのメスや。うん、落ちてない。これちょっと見てん、こいつ。これ。またおるやん、ここ。わかる。うん。なんでこんな大きいのがおるん？でかいな、それを。さっきのよりちょっとちっちゃいかな。ちっちゃいね、一割ちっちゃい。でもこれ結構でかいよ。一割ちっちゃいよ。こいつ。平田がおらんね。うん。平田やっぱもう裏に隠れてしもうとんやろうね。風が出たらね。うん。28世の平田がおるはずなんだけど。ダメやね、うん、降りようか、うん、もしかしたらまたさっき最初に取った木に飛んできそうかもしれんね、うん、滑らんよね、じわーっと降りなよ。2つ持ってくるけど俺が1個持つけ、それでかいの。よいしょ、いるよ、うん、じわーっとね、スルッチ行ったら終わりやもんね、ここ。ズルズルズルって行っちゃうけど、ね、うん、あー、ズルズルしてったね。ちょっと下行ってみようか、さっきの木、うん、もう飛んできとうかもしれん。カブトばっかりやね。コクワばっかりやし、カブトとコクワしかおらんもん。水がまだかなり流れようね。じゃらじゃじゃじゃ。で、さっきの木はまたついとんやない？おお、またついとん。わ、ほら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 。マジで1、2、3、4、5、なんこれマジで
6。ほら。いや、その目でかい。もう交尾してるよ、ほら。うん。何分経ったあれから。もうこんなついとんやん。あ、ここも食われてる。ほら。こんなんじゃ、これ、一日取りよったら本当何匹取れるかわからんね。交尾しようのがあちこちやもん。こっちも両方。オスが2匹、2匹とも交尾してるね。うん。おうおうおう。これも1匹ずつ取っていこうか、そしたら。私ほんと、あっという間に飛んでくるね。前回もこんなんやったんよね。いいかな。いいよ。いいよ。うん。これ大きいよ、このメス。うん、こいつ。はい、1。あと飛んできた。はい。2。3。いっぱい乗ってるわ。あ、このココアのメス大きいよ、ほら。あ、ココア落ちた。落ちた。5、6。あ、このメスちっちゃいわ。7匹。さっき10匹で今度7匹。すごいな、どうなの。さっきトランデを置いてるやつは上におる。どうなっとんの。17匹よ。ああ、そこおるね、まだ。このまたこう5分、10分置いたらまた飛んできとるんやないの。すごいね。ああ、ここも食われてる。ほら。死んどる？うん。頭だけや。いや、結構頭だけで、相当食われとるな。やっぱね、ここもほら、ここも食われてるし、うん、ほら死骸だらけやん、カブトムシ。うん、ここも食われてるよ、これオスやん。スズメバチも死んどるやん、ほら。えほら、スズメバチも2匹。あ、これスズメバチもほら、まだ生きとるしこいつほらほらほら、うん、俺は刺そうとしてるよ。うん、針出しよるわ。こっちのは完全死んでるね、ほら。これ昼間誰か来てから殺したんやろね。うん。ここも死んでるやん、ほら。うん。相当死んでるやん。すごい死骸が。死骸が。ほらほら。カブトムシの墓場や。すごいなぁ、でも、今年はこれ。ほんと。ココはどうする？これ一応取ったよ。まあまあやけ、これ。うん。まあまあのサイズやね、これ。うん。まあまあやね。うん。ココだけど17匹？うん。カブトが17、ココはある。ええ。すごいね。うわぁ、もう。でもあんまり大きいのおらんね。そこそこサイズはおるけど。でっけーっつうのがおらんね。しょうがないね。